はい、どうもこちらです。今回はね、トレクルの、新しいねランキングの、攻略でございます。で、パーティーは無課金エースですね、サボパの自由パですね。で、まあギアサードとかね、あのレリーとか、多分いっぱいねクリアできるパーティーはあるとは思うんですけど、まあレリーはきついかな。まああると思うんですけど、一応ね無課金で攻略できたので、そちらはね後付け実況で今やってます。で、基本的には即属性のキャラを固めるような感じになるのかな。だからまあ自由の即属性だったらほぼ誰でもいいことになるんで、まあ今回もランキングは結構余裕だったかな。で、おすすめとしては、亀1体持ってって、で、亀をね、3体目のパーフェクトで攻撃するっていうのがいいかな。ここでグッとグレートで、ここの亀を3体目に持ってくると、まあ、倒さずに済むんで。で、あと、こういう亀の素材系はコンボで倒せちゃうので、他のこういうキャラとかで、雑魚キャラでグッとグレートパーフェクト出して、よくいいかな。これミスってるけど。で、グッドグレートパーフェクト出して、その後の3体倍率かかったキャラで素材を攻撃するってパターンの方がいいかな。素材でグッドグレートパーフェクト出しちゃうと、まあそれだけ倒しちゃうんで、まあおすすめかな。まあこれもそうだね、亀に当てるような感じがいいかな。で、これもミスってる。これもね倒しちゃったんだよね。カメってコンボ数6なんだね。俺それ知らなくて。これも本当はね、1回稼げる。今のも。で、ここもそうだね。ペンギンとカメに、まあ、こいつで倍率をかけさせてもらって、でペンギン行って、カメ行ってって感じだね。でもまあカメが、ちょっと倒せなかったんだけど。倒せなかったっていうか、まあ5枚じゃ出せなかったんだけど。まあ細かいところは結構ミスしてます、正直。なかなかやっぱ難しいね、こういうねタップ系の戦闘になるとね。で、これもそうだね、こいつでグッドグレートパーフェクト出してって感じがいいかな。これマニュアルタップしてるんで、まあその辺ねミスんないようにしてもらえればいいかな。ここうまくいったね。これもしかしたらグッドとかでいけたよね、今のところね、多分ね。その辺ちょっともったいないかも、もしかしたら。で、ミスるっていう。もう、しょうがないな、本当に。あのサボパがね新しく使えるようになったんで、実装されてね。なのでトップの森もねこのサボパでやってみようかなと思ってます。ちょっとまあちょっとまだ確定か分かんないんですけど、まあ、ちょっとサボパでクリアできるものはやってみようかなって。まあ危険ぐらいだったらいけんじゃないかなと思ってるんで。そう、まあクリア実績がすごいのは知ってる。ただ動画でできるかっていうところがまあ一番のポイントなんで、徳の森のね、上の方のやつもサボパでクリアできるぐらいサボ優秀っていうのは知ってるんですけど、まあなかなかそれを動画にするってなるとね、結構きついんで。で、ここね、一応アルビダ使いました。これ全然倒せるかなって思ったんだけど、そう、まあ、一応グレートにしてとどめといて一発分稼ぎたいからということでやりました。で、封じられると思わなくて焦ってます。マジって思って、嘘でしょって思ってますこれ。この時の俺の心境ね。で、まあいけました、ギリギリ。はい、こんな感じかな。一応まあ無課金でクリアできる感じなんで、まあ正直ね誰でもいい。あのコルシャムエース使ってあのギアサードパーでもいいし、まあ正直3体にしかバレつかかんないようにすれば別に無課金でも
全然いけちゃう。だからルフィとあいつアプーでもいい、全然殺しはアプー、格闘と射撃 2.75 倍にするしね。うん、まあこんな感じで結構楽にねクリアできたんで、あの他のパーティーでもできると思うんでね、ぜひぜひやってみてください。でこのね実を3つゲットしてスゴフェスに行きましょう。でスゴフェスもねまた動画出すと思うんでよろしくお願いします。以上ね、アーロンのランキング攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。